@NB2016。 はい、今日も始まりました。プロニュースラジオ@NB2016 3日目ということで、今日もですね、私、はい、メインパーソナリティ石川幸宏と、はい、プロニュース編集部中村静香がお送りします。はい、どうもよろしくお願いします。3日目が終わりましたね。さて、最終日ですね、はい、3日、あのプロニュースラジオ的には最終日なんですけども、はい、中村、今日はどうでした？今日はですね、うん、まあ、いつも通りシーター360度カメラだったんですけれども、はいはいはい、あのサルタさんの、はい、1日目に登場していただいたサルタさん、はい、サルタさんの出演に同行させていただきまして、はい、がっつりとサルタ秀一さんにね、あ、そうですサルタ秀一さんの出演に一緒に同行させていただきまして、大と小だったんですけれども、はいはいはい、身長差50センチそうですね、50メートルぐらいの50センチ差でやったんですけれども、なんかやっぱこういう皆さんに支えられてプロニュースはできてるんだなっていうのを改めて思った一日です。なるほどね、ありがとうございます。いやいやいや、でも本当お疲れ様ですよね。あのビデオ取材班の方々もね。そうですね、きつきつのスケジュール大変恐縮です。そうですね、もう本当にね、はい、もう毎日寝ない人が多いじゃないですか。そうです ね、 ね、だから本当大変だなと思って、まあ、好きで寝ないのかもう何なのか分かんないんだけど、そうですね、そういう毎日なんですよ、実際に来てみると。皆さん、分からないかもしれないんですけれども、まあ、でもね、そんな NAB も、はい、まあ、明日でね、最終ということで、今日3日目、はい、まあ、一番、まあ、まあ、テンションも上がってくると、はい、いうことで、このプロニュースレイデオもですね、はい、最後もう上げ上げで上げ上げでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいつもの、はい、言ってくれるかな。はい、ちょっと頑張ります。はいこの番組は目で聞け耳で見ろを合言葉に NAB2016 開催中のラスベガスからお送りしております。現地で NAB に参加しているゲストの方を招き、今年の NAB、そして未来の映像を考える番組です。以上、ラスベガス特別スタジオキーステーションにオンデマンドでお送りします。はい、よくできました。読みました、今日は。読みましたね、はい、読みましたというわけでオンデマンドでお送りいたします、はい、好きな時に勝手にながら聞きで聞いていただきたい、はい、プロニュースレディオでございますけれども、はい、今日はですね、また1日目2日目とは違う、はい、ちょっとね、関西お笑い系のクリエイターを呼んでおりますので楽しみですね、はい、というわけで、ワンブレイクした後に、ゲストをお呼びしたいと思います、はい、それではレディオのエレディー。はい、それでは、3日目のゲストをお招きしたいと思います。はい、今日はどちらの方でしょう。はい、本日は株式会社コサエルの高野ピカ太郎さんですよろしくお願いしますお願いしますあのね、後ろ株ですすいません、失礼しました、ピカ太郎はいいです委員会、ピカ太郎は別に何にも間違ってうん、まあまあ滑ったけどまあいいとしよう。ただ社名を間違えられたことに対してすごくショックが。それは後ろ株なんで、はい、もう一回言って。ごめんですね、コサエル株式会社の高野ピカ太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピカ太郎です。すいませんね、うちの。いやいやいや、間違えすぎですね。若い子つけたんですけどね。もうさっきのドリンクなしでだからどうしたまあ、そういうわけでね、はい、こちら の、 プロニュースラウンジに来ていただいて、はい、はい、ありがとうございます。すいません、50分5000円なんですけど、まあ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 、まあ、それはともかく、はい、NAB 来ていただきまして、久しぶりなんですよね、こう高野さんはね。そうです、確か4年ぶり、うん、4年ぶり、はい、うん、次女が生まれて4年ってことは4年ぶり、4年ぶり、なるほどね、はい、まあまあ、今回なんかいきなり思い立ってはい、みたいな感じだと思うんですよね。そうです、急に思い立ってきたのは、うん、まあ、VR が、はい、まあ、NAB にもちゃんと出す時なので、はい、うん、まあ、決算は終わったことですし、終わったことですし、ね、はい、次の事業計画としてVR を組み込むのか、うん、HDR の方にお金を割くのか、若干見極めたいなと。なるほど、なるほどね、
思いまして、うん、コロサエル株式会社としては、コロサエル株式会社としては、後ろ株ですから、後ろ株ね、代表としてあの、ねとりあえずそれを見聞に見聞にいらっしゃるわけですね。そうですね、百聞は一見にしかず、あの石川さんの書いてたフェイスブックもそうですけど、はいはいはい、来ないとわからない。そうね、これは来ないとわからないんだよ、本当ね。いや、うん、本当ね、4年離れて、うん、ウェブ見りゃいいやとか、うん、そんなの情報全部載ってんじゃんって言うけど、うん、現地に来てるこの日本人含め、うん、バスの中でのなんか外国人の会話とか、はい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 、出てくる単語ね、そんなに僕、うん、英語が堪能じゃないので、うん、出てくる単語を聞いてると、うん、まあなんかトレンドというか、うん、分かる気がする、うんうん、っていうために来ました。なるほどね、はい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 、もうね、もうあの学校のね、今授業の先生もやられてるということ で、 そ、 で、ね、その授業明けで、授業明けでまスーツケース担いで、大変、学校から直接成田に来て、そう、長旅をね、長旅を大変でしたね、大変、まあでもね、あの本当に VR、 あの一昨日も昨日もですね、もうこのプロレスレイディオでもかなりの、まあ、毎回みんな話をしてる感じで、やっぱりまあ盛り上がってるというかね、はいはい、あのまあ、トレンドとしては一つありますわ。そうですね、うん、あのまあ、ただまあその全体的にやってるってわけでもなくてね、ないかったですね、まあ行ったんですよね、こう行きました、どうでした、感想的には、ファーストインプレッション、ファーストインプレッションは、うん、まあアメリカ人も悩んでんだなっていう、ね、VR というものをどう裁くか、そうですね、そしたら意外と普通に出てきた味付けが、うん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 、そうね、っていうノキアさん力入れてますけど、うん、日本人でも思いつくかなみたいな、まあそうね、あらびっくり、まあコンテンツでねちょっといくつか見たんだけど、はい、まあまあなるほどなっていうのは確かにありましたよ。まあ、はい、思いつかないレベルじゃないから、あのエリアの、あのエリアの、うん、レジェンドとかじゃなくて、レジェンドとかなのかな、あれわかんない、ちょっとどこだか忘れたんだけど、いやいや、まあなんかほら、なんかいきなりこう画面でこうあれかけてるじゃないですか、グラスを、はいはいはい、でそうするとあのなんか出てきて、なんかわって驚いてる、驚いて、なんか驚いてるから自分も振り向くわけですよ。そう、後ろにクマがいるみたいな。ああ、なるほど。そういうね。なるほど、なるほど、なるほどみたいな、まあ、うまい、まあ、演出の中での VR みたいなのがありましたんですけど、うーん、そうですね、バーチャルリアリティですからね、はい、あの何をやってもいいっていう世界もあるんだけれども、はいはいはい、あまり飛びすぎててもどうなのかとか、はい、やっぱ演出と、まあ、1日目にも言ったんですけど、その音、はい、まあ、あの江夏兄の話とも昨日ね、はいはい、あの話していただいて、はい、あの音の話もやっぱ、うん、あとそのフレーム落ちだといきなり興ざめするみたいな、うん、そんな話もあるとか、うん、なんかいろいろあるなと、まだ課題はね。そうですね、うん、VR 向け演出は必ず必要だとは思いました、うんうん、こっちに来て作っ、そのさっきのクマノキアのやつでも見たんですけど、うんうんうん、そう、なんか選択肢を与えられすぎていて、見てる方に、うんうんうん、あの演出しきれるのかしきれないのか、うんうん、で常に主観なので、そうね、客観を入れれない分、うん、ちょっと今までと違う演出方法じゃないと、うんうんうん、面白いものは作れないんだろうなっていう気はしました。ね、あの会場は見れてるんですかね。会場ですか、ええ、会場はね、だいたい松崎くんとずっとくちゃべってるっていう、ね、感じで、あんまり見てない。でもさらっとは見ました。さらっと見て、4年前、10年前との違いは、うん、本当になんかこう個人、ちっちゃいところが中くらいになったやつがうわーってあって、あ、まあまあそうですね、で、なんかやたらドローンがいて、うんうん、やたらちっちゃいカメラがたくさんあるっていう、そうかもね、感じですかね。僕、まあ、そんな回ってないですけど、うん、新しいびっくりするカメラが展示されてる、うん、ない、発表されてない、うん、NAB っていう感じらしいですけど、うん、まあ、うん、まあ、そらそうだよなっていう、うん、結構出過ぎた、まあ、なんかね、細分化してんだよね、うん、全体的にいろんなものが、うんうんうん、でっかい発表がドカーンとあってみたいなことじゃないし、あったにしてもその全然実装じゃないっていうかね、うん、まあ、現実、あのライトロみたいな ね、うん、あの何百人って昨日も来てたけど、うん、まあ別に会場に飾られてるわけでもないし、
で、あとなんか今ねネット上でちょっと話題になってクラフトカメラって、これもあのなんか質問が多いんですけど、クラフトカメラって何ですか？あのね、なんかこんなちっちゃいあのキューブ型のモジュールのちっちゃいカメラらしいんだけど、もうおそらくあの会場には全くないんですよ。展示されてない、全くないんです。だからナブに便乗してみたいな、なんかことらしいですね。で実際ね、おそらく実機もないんだと思う。CG なんじゃないかな、わかんないけどね。でも物はない。まあそんなようなこともあって、まあ NAB 自体はやっぱお祭り、うん、そうですね、じゃないはもう昔からないじゃないですか。だかそれの便乗商法がね、いろんなものがまああるなと思いますね。なんかリアトロ、ライトロ、ライトロ、うん、すごい難しいですね。ライトロね、ライトロです。 LLY ライトロ、うん、LY ライトロね、うん、ライトロなんていうんだっけ、ライトロテクノロジーか、ライトロも見たかったんです実は、うんうん、見に来たからみんな聞いたら、うん、プライベートでちょっとそうやってプライベートというか200人ぐらいが一瞬見れただけで、うん、終わっちゃったっていう、そうそう、500人ぐらいかな、うん、なんか隣のね、なんかルネッサンスホテルかなんかでやってるっていう噂があって、そっちに行ったっていう人がいたら、なんかそこにはなかったみたいな、なんかいろいろなんかいろいろ錯綜してたらしいんですけど、僕はまあその時間がいなかったんでわかんないんですけどね、まあ何人か見に行って、まあなんかその大砲みたいな、なんか5メーターぐらいのなんかとんでもないなんか複眼カメラだったらしいという。でレンタル代が1週間で1300万みたいな、週間2300万、はい、誰が使うんじゃという、そういうことらしいですわ。まあでもそれでお金を集めようっていうような感じなのかなとかね、よくあるじゃないですか、レッドの総黎明期みたいなね。あ、そうですね、うん、眠い、いや全然いやいやこれね、お疲れ、違う、いやいやじゃなくて真面目な話に言っていいのか、うん、ふざけていいのか、ね、どっちなのかわからない今探り探りすみません、探り探りも向こう側にいるスタッフはこれでいいと思ってるのか、お前ボケないのか、どっちなの、どっちなの。いやいやいや、だから一応 L の発音を振ってみたんですけど、さほど食いついてこない。僕はバーチャルリアリティをね、そうなんだよね、バーチャルリアリティを見に来るために、まずバーチャルリアリティという単語を言えないといけないから、うん、僕の VR はどうもネイティブには VR に聞こえないと、うん、なのでもうちゃんとワードで言おうと思って、うん、なんか英語習ってるんですよね。英語習ったんですよ、うん、でバーチャルリオリティってね、うんうん、バーチャルリオリティだけを練習してるからさ、お前とりあえずバーチャルリアリティのことを聞きたいんだなっていうのが多分伝わる。なるほど。であとはもうクジュショーミーで、またキャンアイハブで乗り切れと乗り切れと、うん、っていうので来たネタを振った方がいいのか、ライトロのネタで真面目に言ったらいいのかが探り探りで、あ、すいませんね、申し訳ない、どっちに振ればいいのかなと思ってるんですけど、もうそれでそのあれでしょ、なんか練習もずっとやってたんでしょ、ずっとやってました、はい、でアクセントないのかって言ったら、アクセントなんかいらないからちゃんと発音しろって言われてじゃあ最初何言ったら、お前の英語通じないって言われたの？いやあのね、うん、そのそういういいんですかこの話で、うん、いいですよ、いいですよ、英語のそういう教、まあ、習う時に、うん、自分は何しに行くのかっていうなると、うんうん、まあナブに行きますと、はいはいはい、Do you know ナブみたいな感じから始まって、はいはいはい、じゃあそこでブース、エキシビションはブースを出してるのに、うん、じゃあ僕は何をそこに見に行きたいかっていう時に、はい、Do you know VR って言ったら VR 何 B どっちみたいなバットから始まって、うん、なるほど、で、うん、こうやりな、目に、はい、グラスをね、グラスをやってるので、バーチャルリアリティをなんとなく英語風に言って向こうが、向こうはやっぱり日本に住んでるから、あーバーチャルリアリティ、バーチャルリアリティねみたいな、ツイッターしてる、ツイッター、ツイッター、あ、ツイッターね、なるほどね、そう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 、日本語のカタカナとこのネイティブの英語の発音のね違いに、そうそうそう、なるほど、この話でいいんでしたっけ、いいですよ、全然そう、わかります、そう、で、もうとにかくバーチャルリアリティだけじゃちゃんと入れるようにしろと、そうそうそうですね、うん、まず伝わらないので、うん、それでバーチャル、そうそうそう、リオリティそればっかりずっと飛行機の中でやってたってことで、とりあえずプロナンシエーションを鍛えてきたってあとは全部シリに言って、うんうん、ああ、そう、シリに言って
それは伝わったんですか、それで現場で、あの NAB の会場で。いや、まあ、あんま使ってないよ。使ってないんだ、なんだ。とりあえずトイレには行けるようになりました。トイレそれ誰でも行ける。いや、難しいです。難しい、ね、レストルームって言っちゃいますからね。レストルームってね、うから始めないでしょ。レストルームって言っちゃダメだ。レって言ったらもう L の方になっちゃう。あ、なるほど。ライトローの方になっちゃう。ライトロー。それやっとライトローに戻ってくる。だからさっき L ですか R ですかって知ってます、僕。ライトローが L から始まることは。なるほど、そういう意味だったのね。そうです。まあね、 NAB なかなかね難しいです、奥の感じで。であともう一個っていうか、はい、上手くなったのが、はいはい、こうやってすぐお前は、うん、脱線するから、うんうん、置いといてをやらないといいから、うん、レッツムーブオン。本題に戻せと。置いといてと。お前はとりあえずコミュ力があることは分かったと、うん、だけど脱線するから話戻ったらレッツゴーバックで戻せって言ってたら、お前はなんだよシュワルツェネッガーかみたいな話になっちゃって、I'll be back ってなって、どん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 もうインストラクターとただしおもろい話をしたっていう。ね、まあまあ、だからまあ置いといて置いといてね、置いといて。Let's move on。 はいはい、そう、ライトロと VR はなんか親和性がいいのかなとは思いました、真面目な話に戻すと。まあまあまあ、そうなんですよ、うん、VR のやっぱり拡張としてのあのね、エキスパンド先にやっぱ、うん、あのやっぱライトロなんかは多分あるし、うん、まあやっぱああいうのが出てくると各社ね多分やり始めると思いますよ、ライトロ開発をみたいなことを。まあ、実際にね、その、まあ、昨日も言ったんだけど、タイムトゥフライトカメラっていう形で、ね、何年か前からそういう話題になってるわけ、うん、でそれはね、あの小さいセンサーではパナソニックさんとかがねもうやってるんですよ、実際には時間、奥行き記録、時間記録、そうそう、空間記録して後でそのピントだったり社会振動だったり決めるっていうやり方、うん、そう、それはね何社かやってます。うん、だからそれをね、まあ、あの何年かして実用化、まあ、そのレンタル費1週間で1300万って言われても、うん、ドバイかみたいな感じですか。だけどそれはちょっと現実的じゃないから、うん、まあ、実際にそれが出てきたことで、あ、こういうのみんな興味あるんだなと思うと各社やり始めるんじゃないかと。で実際にですね、 HDR もですね、2年前出てきた時はへーって感じだったのが、うん、今年になったらいきなりほらもう運用ベースの HDR みたいなこと言い始めて、うん、ライブ HDR っていうのが、うん、ね、話題になってるし、まあ、今回はそのなんだ HLG、うん、HLG HL で L の方ですね、L の HLG 簡単な方ですね、簡単な方日本人がすぐ発音できる方できる方です、はい、あのハイブリッドログガンマですね、はい、そうですね、ログじゃないですか、ですね、ログガンマですね、うん、上の前歯のちょっと後ろに舌をつけながら、はい、吐き出すように言えば言う方の L です、ね、そうです、そうです、ね、ログガンマ勉強になります。そうそうそう、それがやっぱりトレンドなんですよ、あ、今回ね、そういう意味ではまあその中でそれで HDR をねやっていこうっていう、あのライブで HDR をやろうと。それの主張する民生モニターってもう展示されてますね。それがねまだないわけで、これからだから実装されるであろうという話にだんだんなってきてて、でカメラはもうそのラチジュ高いから撮れるわけじゃないですか、カラスペースも広いわけですよね。問題はやっぱり視聴環境側のモニター側の問題で、まあ、まともに出せるのはやっぱ多分ソニーさんのあの、BBM ん BBW の、X300 っていうあのモニターしかないんですね、実際に HDR を表示しようと思うとちゃんとできるのは、はい、であれにしてもこの今年の2月にそのハイブリッドログガンマっていう NHK さんと BBC さんがあの提案してる、うん、そのライブ用 の, その簡単なグレーディングだけでこう、はい、ダイナミックレンジが実現できるというログガンマを、うん、やっと2月になんか策定して実装したんですよ、ファームウェアで。だから今それがこう、まあ、ソニーさんのモニターとかだと新しい550っていうでかいモニターが今回出たんですけど、はいはい、あのそれでは4分割できる、はいはい、今日見ました、なんか言ってましたね。あれ面白いのはだからあのログで撮ったやつ、ハイブリッドログガンマで撮ったやつ、あとあのなんだっけあの2048だっけ、なんかあの2020、いや、いわゆるドルビーさんが提唱しているあの PQ ってやつね、あの、の方の、
ハイダイナミックレンジのやつと、はい、あと実際に本当に放送で今流してみんなが見てるっていうそのレク709の状態、これを4分割で全部あの表示できるわけですよ、はいはいはい、これ何がいいかっていうと、キャリブレーションが全く同じ盤面において、うんうん、こっちのログとかを、うんうん、あのカラーグレーディングして、本放送に流した時にどういうふうに見えるかっていうのが比較できるというのがあるわけですよね。なるほど、うん、その本放送のレック709は、うん、そのマスモニで見たレック709なんですよね。だまあ当たり前ですけど、まあまあまあそう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 、だからそこの技術を、うん、コンシューマーキーに行ってくれないと、ね、うん、僕らが見てるレック709で、うん、A 社 B 社 C 社のレック709は違うってことですもんね、ご家庭で見る場合、うん、まあそうなんですよ、そこがね、そうそう、だまだまだね、だビュアー側の問題は視聴環境の問題は相当あるんですけども、あまあ言うてもですよ、うん、例えば S ログ3みたいなのでがっちりレコ、グレーディングしてしまうと、うん、やっぱ見えなくなっちゃったりするものもあるわけですね、うんうん、それはあの上も下もね、はい、うん、あの一般放送にあのダウンコンして流すと、うんうん、でもそのハイブリッドログガンマだとその、まあ、ちょうどいいというか、うん、まあ、そこそこダイナミックレンジが出てるように見えるような形で、うん、あのレク709に落とし込めるっていうのがあって、うん、だライブの中継とかで、まあ、例えばそのゴルフ中継とかで、うん、もうドビー感でやってる時に、うん、もうティーショットでバカーンって打つとさ、もうすぐ球なんか白くなって消えちゃうじゃないですか、それが全部見えると か、 うん、なんかそういうことになるらしいんですね。うーん、たまにヨーロッパのサッカーでも、うん、昼間の試合って、うん、手前が影で真ん中から向こうが飛んでて、ね、どっちに絞り合わせんのっていう毎回 NHK 見てて思うやつ、そう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 、あれあれあれ、あれにまさにね、屋根付きのね、半屋根付きみたいなのであるじゃないですか、でもあのセンターの真ん中からすんげえドピー感で、こっち真っ黒で 何やってるか分かんないみたいな、ああいうのがやっぱりそのライブ HDR 効いてくるわけですよ、見やすくなる、そう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 、まあ、そういう意味ではこさえる株式会社としては、はい、ちゃんと後ろ株にしてたもう気をつけてますから、はい、あの今年はどうですかね、 HDR にしといた方がいいかな、分かんないけど、なんかうーん、まあ、HDR は多少やっぱりトレンドをこっちに来て、まあ、知りたかったっていう、まあね、あの日本の温度感とアメリカっていうか欧米の温度感、まあ、日本韓国はほらもう 4K8K ばっかりじゃないですか、うん、でもほんとこっち来るとさ、まあ、恥ずかしいって言い方変ですけど 4K8K っていうのを大っぴらに出してるのって日本メーカーしかないんだよね、うん、実は NAB 来るとびっくりするのは、うん、まあ、4K はそこそこみんなね撮ってるのがあるんだけど、うん、みんなそんなこと言ってない、まあ、HDR はそこそこみんな言ってるじゃないですか、うんうんうん、なんかそこら辺の温度感がなんかだいぶ違うなっていう感じがしましたよね、うん、HDR 側の方が、まあ、NAB 的には、うん、まあ、まあ、だからこっち側の人の考え方は解像度よりも快調とか、うん、そのダイナミックレンジっていうことなんでしょうね、うん、やっぱりね、うん、そっちの方が重要だと、うん、なるほど、まあとりあえずだんだん疲れてきてる、いや、時差ボケはねもちろんまだなのでってますけど、ちょっとじゃあこの辺でブレイクしてお、きましょうかね、じゃあ2セット目いこうか、じゃあね、はい、2セット目、はい、そういうわけでですね、実はこの、特設スタジオ NAB 特設プロニュースレイディオスタジオにですね、なんと NAB に来ていただいている日本人、まあ、ジャーナリストというかなんかいろいろ取材をしている人たちをみんな集めてみました。皆さんこんにちは。というわけで、今日ご紹介した高野ピカ太郎さん昨日あの出ていただいたあのフィルター兄弟こと江夏兄弟、いやそして、一緒に出ていただきました岡さんと猿田さん、はい、どうも、はい、ピカ様、はい、そしてですね、なんと、今回 NAB 初参加という方が2人いらっしゃいまして、中もじゃあ紹介してもらおうかな、山下美香さんです、はい、山下です
初めてパスポート取って初めて来ました。そんな人が一人と、あと、はい、後ろ株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 、中株、中株。え、ひろやさんです。はい。株ないんだよ。どこのひろやか分かんなかった。どこのひろやか分かんなかった。検索すればすぐ出る。はい、ヒロさんね、さっき気になったボタンが全部掛け違えてる。今さっき言ってあげないよ、今じゃなくて。待ってたわけ、ここでこの。さっき言ってあげないと。もう今日終わりだから。美味しすぎるじゃん。朝一のウィンドブレーカー開けてたから、多分誰も気がついてくれなかった。いいと思います。あると思います。若いから、若い人はいいんだよ。大阪だから、やってるんですね。いいよ、もう金庫ゲックラった人も。いやもうあのね、せっかく来ていただいたんで、あの新人お二人からですね、あの今回の NAB、まあ、来ていただいて、じゃあひろやさんからそれこそあのぜひあの感想をですねちょっと一言ずついただきたいなと思うんですけど、まあ、何が面白かったかとかね、どんな感じだったかっていうのを、あのラジオなんでバンバン喋っていただいて、そうですね、1分で、はい、まあ、僕もともと放送業界の方にいたので、はいはい、私も見るものが比較的その放送寄りのものにはなってしまったんですけれども、うん、はいはい、まあ、一番面白かったのはやっぱりあのソニーが ENG で 4K のスタイルをようやく出してくれたところですね、はいはいはい、あの XE カム 4K ですね、はい、Z450 ですけれどもね、はい、まあ、あのカメラなんかは、まあ、おそらく価格も安く出てきて、まあ、皆さんの手に届くような 4K カメラになってくるのかなというのはあるので、まあ、あの辺がまた、まあ、テレビのフィールド含めて 4K 制作が加速していくきっかけになるかもしれないなというふうには思っていますね。あとはまあ皆さんおっしゃるようにまあ HDR もそうなんですけども、うんうん、まあ、もう一つはやっぱ IP っていうのが、うん、ね、はい、まあ、日本去年インタビーも行ったんですけれども、うん、やっぱインタビーの IP の感じよりもやっぱこっちの方がまあ IP についての話題も非常に多くて、まあ、あの特に放送機器の方も IP が組み込まれる形になってきたので、まあ、これはちゃんと動向を見守っていかないと、また自分も勉強していかないといけないなと、そう強く感じる NAB でした。なるほどね、はい、IP に関してはですね、本当にあのこの2月にその AIMS っていうあの新しいその標準規格機構がね、アライアンスが提携されて、まあ、グラスバレーさんを中心にですね、パナソニックさんとかあの最初立ち上げメンバーでいて、でソニーさんがようやくもうギリギリでね、そうですね、あの参入をしてということで、もう全方位的に、はい、あのそういうのができたっていうこともあって、去年ねようやくそのなんかプロトコルの基準ができたわけですよ。それでようやく IP 化っていうのが進んだんだけど、みんな乱立してて勝手にやってたっていう状態が、まあ、ようやくこう基準がねできたみたいないうことがあったので、まあ、もちろんあの放送業界的な措置が、あと先ほどの450はですね、残念ながらすいません、日本でのまだ発売とか発表が決まっておりません、はい、いつ発売するか、お値段がいくらかもまだ分かんないんですけれども、一応この NAB でね発表されたということで非常に注目されましたということです。さて、じゃあ山下さん、はい、こんにちはということで、はい、こんにちは、はい、今回いかがでしたでしょうか。NAB とあまり関係ないんですけど、はい、初めてだったので、はい、とにかく良かったのは、エクスキューズミーと、はい、イエスとサンキューとソーリーが言えれば、はい、うん、なんとかなるんだなということと、アプリを使えば大体のコミュニケーションが取れたので、アプリ、アプリすごいね、アプリでコミュニケーション、翻訳アプリを翻訳アプリで見せて、で、あ、オッケーって返してくれたら、もうここに書けって言って書かしたの、書かせて、で翻訳させてコミュニケーション取ってたから、時間かかるでしょ、分かんない分かんない、すごい20世紀だな、20世紀ですよ、せやで、もう平成生まれはこんな感じ、あと昭和生まれだわバーチュオーリアリティーとか言って場合じゃないよお前いやいや全部間違いないアブレアブレアブレバーチュオー書いてもらわなくてリオリティーそこはいい、だから喋って、ごめん喋ってやってもらえばいいじゃん、喋ってやるまで考えてなかったよ、でもすごいよ、こういう人がやっぱ強いんだよ、だ、ね、俺らみたいにさ、なんか分かってんだか分かってんだか、ブワーッと助けたらイエス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 おいやおいや、なんつったなんつった全然いいよ、とりあえず挑戦をしてみて、最後に向こうが諦めてくれたんで、うん、なんかこうずっと喋ってたから、うんうんうん、いやって言ってたら向こうが諦めて、あ、もういいわ、ありがとう、じゃあもう帰ってみたいな感じで言ってくれたんで、あ、果敢に挑戦すればいいんだなってことと、今日みんなが言ってるのを聞いて、4K と、IP と、HDR と、うん、
バーチャルがすごいっていうのだけは分かった。すごい。ざっくりだね。来年はもうちょっと頑張ろうと思う。以上です。なるほど。ありがとうございます。まあでもね、なかなかあの来てみないとわからないっていう、うん、僕らがよく言ってるのは本当に実感していただけたんですかね。なんかそうですね。まあ僕実は2008年に1回来てるんですけど、あ、なるほどなるほど。まあ当然そこから大きく変わっているし、うん、また今回プレスの立場でも入ってるので、はいはい、またより深く見られたなっていうのがあって、うんうん、それはまた非常に経験になりましたね。うんうん、山下さんどうですか？私実際ほら行った人から話を聞いてたわけじゃないですか。いやもう本当行かないとなんか分かんないんだろうなって言っても、うん、でも私広島に帰ってみんなに言ってもきっとみんな分かんないんだろうなと思うんだけどとりあえずなんかみんなでっかいって思って、もう何もかもが違うのと、あとブースの人のインタビューの時とあのナブの時のブースの人のノリが全く違う、のでなんかすごいこう入りやすかった。いやインタビューが入りにくいわけじゃないんだけど、すごい真面目な感じだから、まあまあ、インタビューをディスってるとか、ね、いや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 インタビューで出入りしてる、いや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 、誰も私のこと知らないから誰も私のこと知らないから、だからなんかこうそのあそういうノリとかやっぱり日本とアメリカの違いってやっぱり、うん、いいですよね、こっちの人はね、うん、あるんだろうな。あ、いいも悪いも私言ってませんよ、言ってませんよ、ノリがいい、ノリはいいとは思うけど、別にインタビューがノリ悪いって言ってない、いやでもすごいよ、翻訳アプリでさノリがいいって言ってさ、立派だよ。一人でね、なんかちょっと写真撮らせてくれ、あなたの笑顔の写真撮らせてってこう写真撮って回って、あちょっと待っててボスに聞くからってこうボスにウェーって言って、あオッケーとかシュアとかって言ってくれればとりあえず撮りゃいいだろうみたいな感じで、あ写真撮って回ってた、写真もちょっと撮ったりとか、その人の人の写真撮ったり映像撮ったりとか、あと話しかけられたくなかったら話しかけるなオーラをブンブン出しながら盗撮ね、盗撮そうそう盗撮をこうブワーってしながら、さすがにねこうなんとか、すごい、でもでも途中でもお好み焼きが食べたくなってしょうがなくなったのでです。以上です。なるほどね、うん。いやいやもう本当にね、まあ本当に来てもらわないとわからないレビューなんでございますが。来た方がいいと思いました。岡さん、重鎮岡さん、はい、どうですか、なんか固まってますけど大丈夫ですか、理由があるんだよね、固まるには。ね。そういやいやいや。それ言っちゃいけないんだ。あ。それ全部カットしてシャレになんない部分もやめて。まあ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 。うん、まあでもとりあえず岡さんほらここ今年もう5年目6年目6年目ぐらいだよね、うん、でやっぱそれ連続してくると分かることあるじゃないですか、なんかあ今年はですね、うん、いっぱい歩いた、いっぱい歩いた俺が歩かしたもんね。違う、ドローンのせい、あドローン、ドローンのせい、俺の嫌いなドローンのせいで、あまあまあそれ冗談として今年はでもなんだろう、セントラルがなんかごちゃごちゃしてるなっていうイメージがあるし、あそれありましたね、アッパーレベルがなんかちょっと変わっちゃって、うん、それによってなんかいろんなメーカーさんがごちゃごちゃしちゃった、あの、大きいメーカーさんはそうでもないんだけど、小さいメーカーさんって言っちゃいけないんだけど、うん、サードパーティーさんなんか今年ブースちっちゃかったじゃないですか、その理由とか聞くと、はいはい、やっぱりこう、うん、ああいうでかいところがこうどんどんどんとこう来ちゃった、幸せが来ちゃったっていうのがあってごちゃごちゃしちゃった、それによってだからみんな回るところが厳しくなっちゃったのかなっていうのがねすごく感じました。で今回お兄ちゃんとか大変だったもんね、っていう感じ。サウンドほんと減ったよね。減ってないの？減ってない、減ってない、減ってないの、ばらけてる、もう全部にあるのよ。そうあるべきところに行くとないもんね。ノースもセントラルもサウスも上下も全部ある。ここになんでこの会社があるんだろうっていうオーディオのね、うん、会社があったりとかしましたね。だからもう、回りきれなかった、ね、うん、まあ明日また1日あるんでもう頑張って半日かなんだけどね。まあ確かにそういう変わったね、あの NAB っていうのはありますけど、サルタさんどうですか、今日はなんかいろいろね中村と一緒に回ってみたい。そうですね、はい、終わった後に、まあ、ブースレポートで、まあ、あちこち回らせていただいたんですけども、まあ、回ってる間っていうのはまた終わったらまたあのプレスルームに戻って撮ったやつバックアップしてとかってやってると、なかなかこう自分のこう見たいところが見れないというか、うん、で終わった後に、アトモスさんに行ったりだとか、うん、まあ、あの近辺ですね、ソニーのあたりとか、うん、あそこら辺をちょっとぐるぐるっと見て回って、うん、とりあえずこう NAB を体感してきました、うん、なるほどアトモスさんすごいっすね。すごかったですよ、うん、なんかえらい巨大になってますよね、うん、ねちょうど行った時にあのまたあのほらあのくじ引き、はい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 、くじ引き大会やってて、はいはいはい、すごいなんかあの変な栓抜き配ってたんですか。
いや何配ってたんだか知らないですけども、あの将軍も配ってたみたいですよ。あ、将軍も配ってたの、なんかいるね、忍者だと、いろいろ。来年またでかいそうです。さらにでかいって。それさ、ばらけた理由ってさ、なんかアトモスが一つでかくなってどんどん広がってくからじゃないか。なんか毎年3月に決めるんだって、うん、だってさ、もうあれ総面積多分パナソニックさんよりでかいよ。でかいね、うん、絶対そうだよね。でかい、ついに、うん、ついに P を抜いて、ついに P 抜いて A がなんかよくわかんないけど、だって明らかに B もでかかった、またでかくなったよ。 B もね、B、うん、そう、うん、来年さらに一コマでかいんだって。あ、B、本当にアドボス、アドボスね、 A ね、うん、B は知らない、うん、他のね、他のノンリニア系の A はどっちかっていうと縮小傾向だったりするからね。なんかどっちの絵？いや、3つぐらいあるじゃないですか。まあそういうのがね、あるけれども、はい、あとそうですね、じゃあ江夏兄弟、フィルター兄弟から今日は何か見ました？なんかもうね、僕はいろいろ見ましたよ、うん、見たんですけどね、皆さん映像でしょ、うん、音はね、一個すごい革命的なのが一個出てさ、出た、うん、ハイレゾってあるでしょ、はいはい、ハイレゾってね、今まで最高が384だったの、うん、384kHz、うんうん、まあ、もはやコウモリでも聞こえないぐらいの超音波までできるんだよね。なるほど。それがよ、ねえ、768kHz までキャプチャーできるサウンドインターフェースが出たわけ。もうそれは 8K とか 16K とか、そう、もう 52K みたいな感じ。なるほど。もうそうだから ライトロよ。ライトロね。あ、ライトロ。ああ、なるほど。ライトロ。だから、吸収早いよね。そう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 、 L の方、ライトで、はい、L と R の L ね、うん、できてないです。R の時は口ウニシュクラなんですよ。エリアじゃなくて話がそういうんだよ。でもそういう、だから結局ちゃんと音も映像も進化はしてるんですよ。進化はしてるんですけど、もうそのレゾリューションを高めることではない時代にも来てんじゃないかなっていうのが VR じゃないですか。うん、なるほど。でも気をつけないと VR も 3D みたいになっちゃう可能性はありますよね。まあ、ね、うんうん、でも楽しかったですよ、 VR ドリルで。ほとんど VR 回りました。お兄ちゃん VR 推しですよ。昨日からね。いやね、VR のコンテンツたくさんあるんですよ、うん。当たりコンテンツばっか見てるんですよ。うん、僕が選んだ VR のコンテンツは外れコンテンツ。でもさ、あんま詳しく言えないですけど、ものすごい外れコンテンツで、まあそれまあね、ありますよ。出会いっていうのがね。出会いっていうのがかなり当たりコンテンツは見た。見た。話題のコンテンツは全部見た。うん、それで戻ってさ、会社帰って揉めたりしない？それ。いや、さっきそのプレスルームで揉めたわけ。揉めたんだ、やっぱり。え、全部それ見てないですか？いや、写真見ましたよね、うん、みたいな。え、俺見てねえよみたいな。明日一番でチケット取りくらしい。あ、なるほど。悔しいから。悔しいから。もう一回見るらしい。もう明日最後だからね。あ、そう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 、ね、そう、 そう、 そう、 だからもうとにかく僕の中で VR 推しだけれども、でもやっぱりテクノロジー、さっきね高野さんが言ったように、面白い VR コンテンツがどう展開されるかっていうのが音も含めて重要、うん、で今日音のね、 VR の音の討論会、うん、ディスカッションにも行ってきたの、うん、申し訳ない、瞑想してる、うんうんうん、どこも瞑想してるし、もう途中で眠くなるぐらいつまんなかった、うんうん、でもうお客さんは半分ぐらいいなくなっちゃうし、うん、そう、もう途中でみんないなくなっちゃって、うん、俺も出ようかなと思うぐらいつまんなくて、うん、でもそれぐらい瞑想してるってことはひどいんじゃないかな、うん、モデレーターがどのヘッドホンがいいですかって言ったら誰も答えなかったからね、うん、そうなんだ、そんな、そう、ディスカッションつまんねえに決まってんじゃん、つまんねえ、そうだよ、そうそうそう、だけどディスカッションになってない、ね、なってない、だからそういうぐらい瞑想してて、音も多分映像も一緒にならないといけない、うん、だからプロニュースはもっとサウンドしてもいるよ、うん、サウンド、俺だけだよ編集長、サウンドそういうことらしいよ、そう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 、まあでもね、やっぱ相手次第はね、目で聞いて耳で見るわけだから、うん、そうだよね、うん、言葉では何とでも言えない、そうそう、高野さん、そういうね、いろんなほら、そういうこと、何十系とか作ってきたじゃないですか、今まで、は、あ、本社は、はい、そういう先駆的なことをいろいろやられた中で、はい、やっぱりこういう技術って どう生かしていくとかね、なんかそういうアイディアとか、なんかヒントになるものってのはなんかあるんですかね、やっぱ NAB とか見て、そういう意味ではもうちょっとそういうものを見せてくれるブースが出てたらよかったなと、あ、まあまあね、ますね、またそんなに待ってない
けど、ぶっちゃけまだ満ってないですけど、VR のところとか、まあ、軽く回った感じだと、今言って瞑想じゃないけど、瞑想してる、瞑想してる。そう、なんか結局フィルムと同じようなことをデジタルでできるようになったことを追い求めて、フィルムを超えた領域まで行った先の、要は飛び出るとかリアルな世界を作るっていうのって、ちょっともう誰も分からなく、答えはあまり誰も知らないところの領域に入ってきて探り探りみたいな。なるほどね。なんか、なってますけどね。あのちょっと関係ない話でいい？Let's move on。Let's move on。Let's move on。食事の話さ、いやいい、あの食事もいろいろあるんだけど、まあね、本当にもう日本の美味しいご飯食べてる人でもここゴミみたいなもんだ。まあまあ、ね、そういうことじゃなくて、あのほら、1日目にサルタさんがねお話ししていただいたあのブラックマジックさんの新しいガジェットで。あのディプリケーター、あ、SD カード、あった25万円ね、違うよ、100、1台25万円、でもこれいっぱいあったよ、抜こうとしたら超怒られたもんね。いや、いやそれですごい不思議だと思ったのが、ほらあれ H.265HEVC のさ、あのコーデックじゃないですか、でさ、日本だとさ、あれを突っ込んですぐ映像を見る、まあ、4K だからってことなんでしょうけど、それあるの？Windows 10です。Windows 10でできるの？はい、ネイティブ。クイックタイムネイティブ。クイックタイムでできるの？はい。あ、できるんだ。はい、じゃあ何？ Mac も突っ込めばいけるっていうふうになるって感じ。僕もそこが疑問やったんで、265ってどうなんですかって聞いたら、いやもうクイックタイムもいけますしねっていう答えだったので。本当に？ええ。それはな、じゃああれは日本で。でもクイックタイム Windows なくなっちゃうよ。だから Windows 10はあれがあるから、プレイヤーがネイティブで入ってるから。いやだ、まあ、すごく面白いソリューションだし、そのなんだろう、業務系の人たちは結構あれでね、なんかお金でできるっていうか、マネタイズのソリューションとしてはすごいユニークだなと思ったわけだけど、なんか日本としてはちょっとそういうのが、ほらテレビにもあのそういう SD カードの口についてるし、これはさっきね、メーカーの人に聞いたら、やっぱりあの H.264 と H.265 の口は同じになんかするのは結構難しいみたいな話も聞いたんですよ。あれだよ、あのサイネージ用だよ。ああ、まあそういうのもあるよね。だから多分いろんなところのサイネージに全国に配んなきゃいけないじゃない。はいはいはい。例えば広告代理店が広告ね、今までテープ配したのがさ、クラウドじゃなくて、ね、そうクラウドじゃなくて物理的にこうピャッてくんじゃない？なんかそこら辺がね、どういうふうに、ね、皆さん業務系の方とかも揃ってどういう利用価値があるのかなとか、なんかそういう新しいなんか身近なマネタイズってすごく重要だし、そういう意味ではあの今高野君がね、なんかもうちょっと仕掛けが欲しいなっていうのにヒントを得てちょっと思ったんだけど、まあ、そういうところが見れるのが、まあ、NAB っていうのもあるからさ、日本でどう展開するみたいな話ちょっとしたいなと思ったわけ。どうですあれね、聞いたんだ、ごめんね、ちょっと突っ込んで、あれ、あそこの会社はミニコンバーター作るの得意じゃないですか、はいはいはい、あれ突っ込んで HDMI 出してテレビに突っ込む、ああそういうことかっていうコンバーター、っていうのをちょっと考えるっていう、ああなるほどね、そうするとあれがあれじゃないですか、あれディプリケーターでしょ、要するに、でディプリケーターって例えばそのトップエンドはどう使ってるか知らないけど、僕たちのところとサルタクさんとかは、あれでコピーするわけじゃないですか、はいはい、なんか発表会とかね、そうするとそれってH.265だとパソコンしか見えないっていうことは、おじいちゃんおばあちゃん見えない、一般の人は見えない、どうするのって話で、そういう話と、まあ、あの LG とかその辺のテレビは見れるらしいですね。そうですね、韓国系のところはもうスロットが265に対応してるっていうのは多いみたいな、らしいですよね、日本のメーカーもそうなのかなとかね、ちょっとなればね、結局265で受けられるコンテンツがまだないので、それを用意したところでっていうところもあるんだと思うんですけど、だったらそれでいいんじゃないのっていう、あれ知ってます？レック中に止めるじゃないですか、またレックのこっちを押すと、ファイル割れないんですよ、らしいですよね、1個で全部、じゃあれ抜いてよかったんだ、俺と抜いてもいい、怒られるの？それ持って帰ると思われた。それ人相の話だよ。それ100何枚もあったらさ、1枚でもね。だって。いや、でもね、本当なんかちょっと面白いね、そういうあの次のソリューションが出てきたということで、いろいろ考え方によるじゃないですか、そういうのって。ウェディングで使う人もいるのかもしれない、ライブとかね、そういう。だからなんか本当、そういう部分では、なんだろうな。新しいものが見れたっていうのは面白かったなと思いますけれども、じゃあまあ最後ね、ちょっとこんな感じでそのままなだれ込んでいいですか、
あ、そ、あ、もう一回止めます？どうしたらいいんだろう。あ、エナツ弟に話し、エナツは最後かな。あ、エナツ君が最後に話したいみたいな。そういうことじゃないですか。で、まあまあ、はい、何でも。じゃ、まとめて。まとめ、あ、まとめですか。はい。まあ、あの、僕が最後感じたのは、まあ、いわゆる今回の NAB は、ポスト 4K を、各社求めて、割と、まあ、迷走じゃないですけど、まあ、試作、試案してるのが見えたんじゃないかなと思う中で、8K って実は皆さんあってですね、あまり語られてないんですよ。で、なぜかというと、多くの人が 8K はまだいらないんじゃないかという 8K 不要論が実は、まあ、あってですけど、でも今回ちょっとキヤノンさんで 8K の、シアターがあったりとか、ついにですね、内部レコーディングできるレッドの 8K のですね、ウェポンが出たりとかですね、実は 8K、ニョコニョコと技術が今回出ていて、まあ、NAB っていうのは、なんか、あの、いるいらないではなくて、今、石川さんがおっしゃったような、うん、あの、結構アイデアのデュプリケーターもありつつ、最先端行く、実は 8K とかっていうのありつつですね、あの、参加者みんなでそのソリューションを使ってどう、まあ、マネタイズしたりとかですね、うん、仕事にしていくかっていうのを考える場所なんじゃないかなと、うん、まあ、僕はちょっと思ったりとかしてます。なので、まあ、ちょっとまあ締めるに早いですけど、うん、まあ、この流れで来年どういうふうにポスト 4K がなっていくのかっていうのは楽しみですね。なるほどね。うまい、うん、まとめたよ。まとまっちゃった。じゃあまとまったところでちょっと一旦ブレイクしようかね。はい、一回ブレイクでーす。というわけで、はい、いろいろな皆さんに、出ていただきましたけれども、はい、これでですね、明日、最終日ということなので、NAB2016 はこれで終わりになりますけれども、はい、なんと明後日終わって次の日から、はい、もうこれはね、NAB2017 のスタートでございます。なるほど。ね、もう日が早いね。早いですね。もうなんかそういうことになっちゃうんだけど、まあ今年ね、なんか NAB はなんか上海で12月にやったりとか、なんかね、9月にニューヨークでやったりとかっていうのを、なんか NAB 自体もなんか発生してるみたいなんですけれども、まあ本当にね、あの皆さんさっき、ね、初めて参加された方々もおっしゃってましたけれどもですね、まあぜひこれを聞いてですね、はい、あの、来年はぜひちょっと行ってみたいという方、ぜひ来ていただいてですね、自分の全然違う、全然違います。まあ、中ムも実際に来てね、やっぱこれだけの規模でこんだけの、まあ、テンションでやってるっていうのは、やっぱりインタビューとはね、全く違いますね。全然違いますね。楽しいです。楽しいですか。おー、楽しいんだ。楽しいのでぜひ来てほしい。そうですね。来ないと分かんないと思います。ね、これはね。なので、本当にね、まあ、ぜひ、一度来てみるということをお勧めしたいというふうに思いますけど、本当にあの広大なね、大体どうなんだろう、僕はね、いつも5倍って言ってるんだけど、インタービデラの幕張メッセ、大体ね、敷地面積的には5倍ぐらいあると思うんですよ、もう距離的にも。そうですね。動く移動距離も半端ないしね。そうです。私も結構、ちょっと。でしょ、はい、で、あの中であんなに多くのメーカーとかね、そうですね、会社出てて、で、さらにどんどんでかくなって、さっきのアトモスさんとかね。またわけのわかんないちっちゃい長屋みたいなので何やってんだろうみたいなのが意外と面白かったりとかね。そうですね。ノースにね、なんかね、GoPro 専用のね、バッテリーの会社とかしれっと出てるんですよ。しれっと。そういうのが意外と面白かった、ね。ああ、隠れミッキー的な感じ。そうそう。隠れですね。ま、その周りはなんか喪失機系のね、テレビ屋さんのハイエンドの人しか見ないんだけど、しれっとそこだけそういうの出してたりとか、意外な発見がね、ちょっと楽しいみたいなのもあるんですけど。もう本当にね、来ていただいて10人いれば、10人トイロのね、はい、NAB があるんじゃないかというふうに思うわけです。はい、というわけで、はい、もう本当に来年ぜひですね、この場に来ていただいて、はい、見て、聞いて、触って、はい、自分の中で感じる NAB っていうのを作っていただけたらね、はい、思いますよね。というわけで、またぜひね、来年参加する方で、まあ、プロニュースレディオを参加したいという方もしやるったら、はい、メールでもいただいてですね、ぜひお待ちしておりますよね。もう、はい、今もう全然全国津々浦々から今年もね、さっき山下さん広島とかですね、はい、広島の大阪か、はい、関西の方ですかね、はい、いろんなところから来ていて全然構いませんので、ラスベガスの一つでございます。一つです。はい、ここに来ていただければ、はい。
というふうに思いますので、はい、なんといってね、ちょっと決めたらですね、はい、何か変わるというふうに思いますので、はい、ぜひ来ていただければと、はい、また明日以降もね、また一日ありますけどレポートとかは、はい、他のねデイリーレポートとかでぜひ見ていただきたいと思いまして、はいはい、今年の NAB、スペシャル、はい、プロニュースレイディオはこれにて、その前にですね、はいはい、1個告知あります。告知です。なんとですね、このプロニュースレイディオ、はい、レディオが、レディオが装いも新たにですね、5月からレギュラー化することが決まりました。イエーイ。暫定なんですけれども、暫定なんですね。なんとそういうことですね、はい、なので目で聞き耳で見る合言葉に、まあ、変わらずですね、この方法、新しい方法でお届けしていく予定ですので、皆さんは楽しみという感じですね。なるほど、はい、そうだったんだ。誰がやんのかな。本読みご存知でしたよ。はい、目で見てね、耳で聞くんじゃなくて、はい、じゃない。あの目で聞け、耳で見ろという、ね、はい、ことらしいんですけれども、はい、まあまあ、今までね、インタービーとか NAB でこのプロニュースレディオやってきてですね、まあ、非常にいろんな方からご意見もいただきましてね、やっぱ仕事しながらいろんな情報を入れるということで、まあ、ちゃんとしたラジオ番組としてやっていっても面白いかなというふうに思いましてですね、本当にちょっとラジオ聞きながら月1なのかなに楽しみにしていただけるような番組作りをちょっとしていきたいなというふうにね、思っていますので、そちらの番組も私石川幸宏とですね、アシスタントの中村静香が、はい、お届けしていきたいと思いますので、はい、引き続き、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今年の NAB ショー2016スペシャルプロレスレイディはこれにておしまいということにしたいと思います。はい、皆様ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どこどこ、バイバイ。